休止直前の出冊、改札口休止直前のホーム、通路に描かれた、ペンギンの絵画。手の届くところは落書きで埋め尽くされた。博物館動物園駅は、かつて、東京都台東区上野公園にあった、京成電鉄本線の駅。1933年の京成本線開通に、合わせ、東京定室博物館、東京科学博物館、恩師上野動物園や東京恩。 落学校、東京美術学校、旧制、第二東京私立中学校などの最寄り駅として開業した。老朽化や乗降客数の減少が響いたため、1997年に営業休止、2004年に廃止。駅舎やホームは現存しており、京成電鉄は改修して2018年秋に公開した。地下駅で相対式ホームに面2線を有していたが、 同一位置ではなく、上下線で互い違いにホームが設置されていた。改札口は、上りホーム側に設置されていた。地上の出入り口は、皇室用地だった東京提室博物館の敷地内に建設されたものと、上野動物園旧正門へ続くものの2箇所があった。前者は、中川瞬時設計で、国会議事堂中央部分のような西洋様式の外観が特徴で、 国会議事堂よりも建築時期は古く、営業休止時まで共用されていた。校舎は昭和40年代に現行の動物園正門が開設されたことで人の流れが変わり、間もなく閉鎖された。閉鎖後は東京都美術館の資材倉庫として利用されている。地下の壁面には東京芸術大学の学生が描いたとされるペンギン、像の絵画がある。最後まで。 木製の改札ラッチが使われていたように大規模な改修を受けなかったため昭和初期のレトロな雰囲気を色濃く残していた。また自動券売機が設置されなかったため当駅発行の乗車券は駅員による手売りであり1980年代まで貢献だった。他車線への連絡乗車券は発売されていなかった。ホームや通路は薄暗く壁は剥き出しのコンクリートさらには 戦前、戦中、戦後にかけての長い営みを経て、ところどころで進けていた。改札からホームへ向かう階段の途中に、トイレが設置されていた。当駅の休止にあたって、記念乗車券、ありがとう博物館動物園駅、営業休止記念乗車券が発売された。5枚セットの各貢献乗車券には、ホームや改札、ペンギンの絵画など、当駅の特徴あるイメージが添えられていた。 当駅は最後まで乗り場の番号が振られていなかった。なお、下りホームには方面案内サインが設置されていた。営業休止までの1日あたり乗車人員は下表の通り。乗降客数が最も多かったのは1972年にジャイアントパンダが上野動物園に来園し、その後に起こったパンダブームの頃と言われる。 最終年度である1996年度の人数が多いのは休止直前に鉄道ファンが多数乗降したためである。現在、施設はトンネルの非常用避難路となっており、駅前後のトンネル側壁には避難口の誘導表示がある。西洋式建物の地上口には、京成上野駅の利用を促す告知が、休止後しばらくの間重複され、廃止となってからは、 博物館動物園、駅跡京成電鉄株式会社のレリーフが、掲出された。この地上口は扉こそ閉じられているが、旧姉前と変わらない佇まいである。一方、動物園旧正門側の地上口も現存し、旧出入り口のコンクリート屋根のパラペット部分に、右書きで、京成電子屋と書かれた、切り文字の痕跡がかろうじて残っている。 地下施設のホームや改札の休止前の状態を保っており、列車が通過する際のわずかの間に見ることができる。上下線とも進行方向左側を眺めていると、地下道、地上への階段、案内表示などがそのままであるのがわかる。非常灯が点灯しているが暗めである。ありがとうございます。